サッカーファンの皆さん、こんにちは。西岡明彦です。福西崇史です。今日はよろしくお願いします。今日の試合はセレッソ大阪対サガン鳥栖のカードです。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。 4-4-2 のフォーメーションです。2人のフォワードが縦に並ぶ形になっています。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。前半開始です。奥の広明、水沼コーター、ルーズボールです。ボールはどっちだ。三つ丸ひろむ、原川力、フェルナンド・トーレス、硬いディフェンスに攻めあぐねています。カウンターのチャンスです。これは強い。ボールを奪われません。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。清武、藤田直之、マテイ・ヨニチ、奥の広明、このパスは読んでいました。金崎ムー、原川力、ここはパスミスになりました。ボールを失います。このボールはタッチを割ります。スローインです。清武博、藤田直之、清武博、クロスが入りました。これはディフェンダーを超えません。原川力、このパスはダメでした。通りません。フェルナンド・トーレス、福田明人、三つ丸ひろむ、素晴らしいロブです。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。しっかりキープしています。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。パンチングで出す。サイドから勝負に行くか。ひとまず前に出しました。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。奥の広明、藤田直之、水沼コーター、福田明人、
小林、小林雄三、絶妙なパス、ここは押し出します。奥野博明、水沼コーター、ここはクリアされました。原川力、ボールを取った、どこへ出すのでしょうか。マテイ・ヨニチ、奥野博明、いい形でゴール前まで持ってきました。クロスにはしっかりついている、上げさせない。原川力、慎重に攻撃を組み立てています。フェルナンド・トーレス、ここで絡みます。水沼コーター、奥野博明、清武博士、いいパスだ。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。これはついていません。ブロックしようとした選手に当たったんですね。ここでコースが変わってはどうにもなりません。シュートを打たせないようにするべきでしたね。ついにゴールが入りました。はい、この後にどんなカードを切ってくるか注目しましょう。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半この選手のプレーがよく効いていました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわじわ効いてきます。前半開始です。いいパスだ。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。金崎ムー、原川力、福田明人、マテイ・ヨニチ、藤田直之、奥野博明、水沼コーター、リードを守りながら素早いパス回しで隙を伺っています。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。フェルナンド・トーレス、ここで絡みます。クロスを出せるか。やはりそう簡単にはいきません。ボールは大きくクリアされます。いやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。原川力、味方の位置を確認する。
中にクロスが入った。ここはしっかりクリアされました。クリア。今のうちにディフェンスラインを立て直したい。原川力、ちょっと消極的なパス回しです。水沼コーター、奥の広明、藤田直之、パスが来る。パスが光ります。さあスタジアムのテンションが上がります。藤田直之、相手を揺さぶりながらしっかりパスをつなぎます。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。うまく読んだインターセプト。スローインです。選手がピッチに入ります。福田明人、原川力、ここからどうする。副審のフラッグが上がってオフサイドです。ここで一人交代です。体力的な交代でしょうか。これは見事に奪いました。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ディフェンスに奪われません。柿谷陽一郎、入るか。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。果敢な攻め上がりから得点を奪いました。ディフェンダーながら攻撃力のある選手です。相手はマークしきれませんでしたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。高橋秀人、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。ここはインターセプト。しっかり予測していました。奥の広明、高木俊之、スローインからゲームは再開です。交代選手がピッチの脇に待機しています。原川力、福田明人、ここはクロスのチャンス。ここは中央の選手にクロス。キーパー止めましたがまだインプレー。ボールを大きく押し出します。ここはゴールキーパーの好判断。タイムアップ、ゲーム終了です。福西さん、チームは敗れる結果となりましたね。今後に向けてどのあたりが改善すべき点でしょうか。そうですね、チームとして光るプレーもいくつか出せていましたから、あとはその形をどんどん増やしていきたいですね。今後につながる活躍ぶりでしたね。
見事な働きでした。決めた1点は勝利に大きな役割を果たしました。前半開始です。いいパスだ。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。柿谷陽一郎、入るか。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能。